QLC チャンネルへようこそ。産業技術総合研究所超電導エレクトロニクスグループの石田です。この動画では超電導体においてスピン配列の制御に成功したという研究についてご紹介します。本研究は産総研、ウィーン工科大学、総合科学研究機構、大強度陽子加速器施設、イムラジャパンの共同で実施され、研究の成果は米国科学アカデミー企業の論文に掲載されています。まずはじめに、超電導と磁性について簡単にご説明します。超電導は、ある程度まで冷却すると電気抵抗がゼロになる現象として知られています。電流を流しても損失がないため、省エネルギーデバイスへの応用が期待されています。また、超電導の特徴として、磁場を遮蔽する性質、マイスナー効果が知られています。一方で、ある程度以上の磁場を加えると、超電導体内にも磁場が侵入します。この時、磁場は量子化磁束と呼ばれる形になり、磁束密度が空間的な分布を持つ状態になります。本研究では、この量子化磁束が大変重要な役割を果たします。続いて磁性についてですが、物質中のスピンは規則的な配列を取ることがあります。例えばスピンの向きが同じ方向に揃うような場合を共磁性と言います。物質内で磁場が発生しているため、磁石として利用することができます。またスピンの向きが互い違いになるような場合は反共磁性、周期的に回転しているような場合は螺旋磁性と呼ばれています。超電導と磁性はどちらも大変重要な物理現象ですが、例えば超電導は磁場を遮蔽し、共磁性は磁場を発生させるように、両者は競合する性質を持ち、どちらかが発現すると、もう一方は抑制される関係にあります。したがって、超電導と磁性が一つの物質の中で同時に起こり、共存することは難しいとされています。しかし稀に、超電導と磁性が共存する物質があり、磁性超電導体と呼ばれています。磁性超電導体の例として、キトルイ元素やウランを含む超電導体が知られています。磁性超電導体では、超電導と磁性の共存に起因する、様々な特異現象が観測されます。例えば、超電導転移に伴い電気抵抗が一旦ゼロに向かい、より低温で起こる磁気秩序により超電導は抑制されて電気抵抗が上昇し、さらに温度を下げることでゼロ抵抗に到達するリエントラント超電導転移や、通常は冷却により増大する上部臨界磁場の異常な振る舞いなどが挙げられます。このように、磁性超電導体は大変ユニークな研究対象として長年注目されてきました。一方で、磁性超電導体は電気抵抗がゼロとなる超電導体の性質と、磁気情報に利用できる磁性の性質を併せ持つことから、低消費電力のメモリーデバイスなどへの応用が期待されています。そこで我々は、こちらの図に示しますように、量子化磁束が作る内部磁場を利用して、磁性超電導体の中の局所的なスピン配列を操作することを考えました。これを実現するには、磁束が動かないように固定する力、磁束ピン止めが強い必要があります。しかし、多くの磁性超電導体では、磁束ピン止めが弱く、このような操作が可能であることは実証されていませんでした。そこで我々が注目したのが、鉄系高温超電導体です。鉄系超電導体は、高い温度で超電導転移し、磁場に対して強いことが特徴です。その中で、ユーロピウムを含有する鉄系超電導体は、高温超電導とユーロピウムに由来する磁気秩序が共存する磁性高温超電導体として、近年注目されています。特に今回研究対象としたユーロピウム・ルビジウム・鉄4・ヒ素4は、ユーロピウム含有系の中で
超伝導臨界温度と上部臨界磁場が最も高く、強い磁束ピン止めが期待されます。磁性としては、こちらの図に示すような螺旋磁線が共存しており、強い磁束ピン止めを利用したスピン操作が期待できる有力な候補であると考えました。ユーロピウム・ルビジウム・鉄4ヒソ4の磁性が磁束に対してどのように振る舞うのかを明らかにするため、まず磁化の磁場依存性を調べました。こちらは磁化ヒステリシス曲線と呼ばれるものですが、同じ外部磁場が引火された状態でも、磁場を増加させる過程か減少させる過程かで異なる値を取ることが見て取れます。このように磁場引火過程に対して不可逆に振る舞うことは、超伝導体の磁束ピン止めに起因しており、磁化の差が大きいほどピン止めが強いことを示唆します。一方で、磁場の符号に対して非対称の形状をしているのは磁性の寄与と考えられます。従来の予想では、ユーロピウムの磁性は磁場に対して可逆に振る舞う。すなわち、強い磁場を引火するとスピンの方向が磁場の方向に揃いますが、磁場をゼロに戻すと元の螺旋磁性に戻ると考えられていました。これを念頭に磁化ヒステリス曲線を成分分けすると、磁化の差である不可逆成分は超伝導の磁束ピン止めの強さに対応し、磁化の平均を取った可逆成分は磁性の振る舞いを反映することになります。しかし、こちらの図の示すように、磁化の不可逆成分の温度依存性を調べると、低温ではゼロ磁場近傍に鋭いピークを示しますが、温度を上げるとディップに変化することが明らかになりました。また、このピークとディップの変化は、およそ磁気秩序温度を境に起こっていることがわかります。従来の予想通り、磁化の不可逆成分が磁束ピン止めの強さを反映していると考えた場合、磁気秩序が起こることで磁束ピン止めが強くなったという解釈になります。一方で、我々はこの変化は従来の予想とは異なり、磁気秩序温度以下ではユーロピウムの磁性が不可逆になる振る舞いとなり、磁化に寄与しているのではないかと考えました。ユーロピウムの磁気構造が実際にヒステリシスを示すかどうかを明らかにするために、磁場中における中性子回数実験を行いました。こちらに示すのは、磁場を引火していない状態での中性子回数パターンです。001、002の結晶構造由来のピークに加えて、001.25、001.75、002.25 といった、00L プラスマイナス 0.25 の位置にピークが現れています。これはユーロピウム層の4倍周期を持つ磁気秩序、すなわち層ごとに90度回転する螺旋磁性状態を示しています。ここに磁場を加えます。従来の予想ではユーロピウムのスピンが磁場引火方向に強磁性的に再配列するとされています。実際の実験では、00L プラスマイナス 0.25 のピーク強度が弱まり、0.4 テスラ程度で見えなくなる様子が観測されました。これは従来の予想通り、ユーロピウムのスピンが磁場引火方向に強磁性的に再配列したことを意味します。では、一度強い磁場を引火した状態から外部磁場をゼロに戻します。従来の予想通りであれば、螺旋磁性に戻る、すなわち 00L プラスマイナス 0.25 のピークが現れるはずです。しかし実際には、0磁場に戻しても 00L プラスマイナス 0.25 のピークがほとんど見られないことが明らかになりました。これは従来の予想とは異なり、0磁場に戻しても強磁性配列が維持されていることを意味します。このように、ユーロピウムの磁気構造は磁場に対してヒステリシスを示すことを実証しました。
我々はこのようなユーロピウムの磁気ヒステリシスの起源は超伝導の磁束ピン止めであると推測しました。ここで超伝導体に外部磁場を引火したときに超伝導体内で磁束密度がどのような分布を示すのか、ビーンの提案した臨界状態モデルに基づいて説明します。外部磁場を引火すると量子化磁束は超伝導体の表面から内部に侵入します。この時超伝導体内の磁束密度は外部磁場よりも小さいため磁化は負になります。さらに磁場を引火することで磁束は徐々に侵入し、磁化の絶対値は大きくなります。そして超伝導体の中心まで到達すると V 字型の磁束密度分布となります。この V 字の傾きは臨界電流密度、つまりピン止めの強さに比例します。簡単のため臨界電流密度は磁場に対して一定であるとします。より強い磁場中では V 字の形状を保ったのは磁束密度が全体的に大きくなります。外部磁場との差は変わらないため磁化の値は一定となります。続いて磁場を減少させていきます。すると資料中心部の磁束はピン止めにより動かずに資料の表面から磁束が出ていきます。このように磁場を引火した時とは異なる磁束密度分布になるため磁化がヒステリシスを持つことが理解されます。磁場をさらに減少させると磁束密度の V 字が完全に反転し正の値で一定となります。この状態でゼロ磁場に戻ると超伝導体内では磁束密度がゼロでない状態となります。ユーロピウム、ルビジウム、鉄イオン、ヒ素イオンでは磁束ピン止めが強く超伝導体内に残される磁束密度が大きいためユーロピウムの磁気ヒステリシスが起こされたと考えられます。さらに磁場を少し負に引火した状態になると超伝導体の端の方では磁束密度が負に、中心付近では正の状態になります。するとユーロピウムのスピンは場所によって異なる方向を向くことが期待されます。このような仮定のもと我々はモデル化と磁化の計算を行いました。まず外部磁場を大きな正の磁場からゼロに戻した状態を考えます。ここから磁場を負の方向に引火するとこのような状態になります。ここで磁場を再びゼロに戻し、さらに正方向に引火すると磁束密度の負度符号が超伝導体内で何度も変化するやや複雑な状態になると予想されます。このような磁束分布の向きにユーロピウムのスピンの向きが従うとして、その向きが変化する領域、すなわち磁束密度がほぼゼロの領域ではユーロピウムのスピンは元の螺旋状態を取ると考えられます。これにより中性子解説実験で見られた 00L プラスマイナス 0.25 ピーク強度のわずかな回復が説明できます。このようなモデルにより磁化の磁場依存性を計算した結果と実験結果はよく一致することが示されました。これは我々の仮定したモデルが正しい、すなわち磁性超伝導体ユーロピウム、ルビジウム、鉄イオン、ヒ素イオンでは磁束の操作によるスピン配列制御が可能であるということが実証されました。このように本研究では磁性超伝導体でありながら強いピン止め力を持つユーロピウム、ルビジウム、鉄イオン、ヒ素イオンの特徴に着目し、磁束分布操作によるスピン配列制御に成功しました。今回は外部磁場の調整による磁束分布を操作しましたが、今後局所的な磁束操作を行うことでスピン配列を自在に制御することができるようになれば、メモリ機能などへの応用につながると期待されます。今後は今回発見した磁束とスピンの相互作用の微子的な理解、デバイスを見据えた薄膜化技術の開発、また局所磁束操作手法の開発といった研究課題に取り組みたいと考えています。本研究成果の説明は以上になります。ご視聴ありがとうございました。